みちやまとチャンネル。はい、皆さんこんにちは。みちやまとチャンネルです。今日はですね、えー、世紀の大発明、変身についてお話をしたいと思います。えー、ちょっとですね、今日は僕が仮面ライダー,ー、アメリカのですね、マスクドライダーのアクション監督をしていた時の T シャツですね。これ RX の米国リメイク版なんですけど、これが胸にあって、 背中がこ,んな感じこれはスタッフ T シャツだったんですね,ね。僕はここでハリウッドでアクション監督をしたんですけど、えーとですね、この「仮面ライダー」の変身はですね1971年7月の31日の放映会ですね、えー、ちょうど今から50年前世紀の大発明の変身が初めて、えー、世の中に出た。 わけですねちょうど50周年なんで「仮面ライダー」50周年1年、えー、ちょうどね同じ50周年ですねでこの返信なんですけどじゃあ一体誰が誰が考えたか誰が言い始めたかっていうのは一つのちょっと謎だと思うんですけどえっ、ー、とね過去いろいろ見るとあのい、ー、ろんな説があるんですよね例えばあのー、東映の副社長だった渡辺良徳さん ですねえー、カフカの変身から取ったっていうふうにおっしゃったことがあるんですねでこれはですね「あの仮面ライダーをこう」をインテリ化するようなあ発想での発言だったと思うんですよ。でですね、えー、と僕の知り合いの方とか先輩方からこう話を聞いたり書籍から見るとですねやっぱその現場からたまたま生まれたっていうのが真相ですね。 で、えー、一番最初に変身を演じたのが、えー、2号ライダーのー佐々木武さんですね佐々木武さんがあ照れ隠して半分やったみたいなそういう変身なんですけど、えー、これはですね、えー、何かその素面の人変身前の人が仮面ライダーに変身をするでその変身をする時にですね なんかきっかけが欲しい。これが一つ。で、二つ目がですね、当時2号ライダーをやった佐々木しさんが、えー、バイクの免許を持ってなかったんですね。それで、その、バイクで返信ができない。じゃあどうするかみたいな、そういうディスカッションが現場で行われたようなんですね。で、そこでですね、じゃあなんか、こう、返信みたいなのをやろうよって誰かが言い始めた。 これがですね、これちょっと俺、岡田さんとか誰か聞いてみたいんですけど、誰かが言い始めたんだと思うんですよね。それで、じゃあ現場で、これ、あの、降トル監督ですね、サボテグロンの回なんですけど、この時に、まあ、とりあえず変身ってあったんで、まあ、やっときましたみたいな。で、当時の僕の大先輩の頭ですね、え。ー 高橋一春師匠がですね、ええ、その、型をつけてるんですね。で、これがですね、その、どんな型をつけたかっていうと <laughs>、こう、二刀流なんですよね。こういうふうに、こう、二本の剣があって、こう、横にこう、流れるっていう形なんですけど、二刀流の形でやっておいたっていうのが、その、元々の発想だと思うんですけど、ところがですね、これにまた違う、 話があって大野研友会が初めてテレビのレギュラーを取ったフルでレギュラーを取ったのが柔道一直線なんですねこの「柔道一直線」というのが桜木健一さんが主役でアクションはですね、えー、大野研友会だったんですねでこれも最初にもともと東映の盾の集団がやっていたんですけど 視聴率は良くないって言うんで大野研友会が、えー、引っ張られて途中から参加してるんですよ。でその頃からいろんな技が出てきて「えー、柔道一直線」というのが大ヒットするんですけどその中にこれがですね映画なんですけどこの変身これですねこのポーズが桜木健さんがやってらっしゃるんです でこの形がその時の仮面ライダーの形の基本になって高橋一春師匠が型をつけてるんですねでこの時の型もおそらくはおそらくは高橋一春師匠がつけてるはずなんですよでその型柔道一直線にあった型が仮面ライダーの変身の基本形の型になってるんですね ですから、その、最初にその仮面ライダーの、んっていうか世紀の大発明、世紀の大発明ですね。半世紀前に生まれた変身っていうのは、企画の中で、えちょっと変身するのが弱い。バイクで変身するのはなんかいまいち弱い。なんかその意思的に変身させたい。みたいな、 発想があったりとかあとはこれもま違う説なんですけどその当時の俳優さんというのはみんな武道家だったんですよね藤岡弘さんとかそれから佐々木武さん宮内博さ,さんですね V3 ので皆さんね武道家なんですよでうちのね皆さんはあの大野賢雄の先輩諸子は武道家っていうか勘っていうか 男だったんですね。なこと言われて今、ジェンダーがどうのこうのことかとか言って言われて怒られちゃうんだけど。んでね、とにかくね、男なんですよ、みんな。だもんで、あのー、こうなんか、他人流されるのは好きじゃないっていうのが多いんですよ、やっぱり。まあ、僕もすっごく含めだったんですけど。ほいで、意思的に俺は変身するんだっていうふうにしたいんだっていうふうに言って、 ってていうことも伝えられてるんですよねだからその全体的にその変身が生まれた環境っていうのはまずその仮面ライダーっていうものが生まれた仮面ライダーは普通の人間が改造人間にされて仮面ライダーに変わっていく変わっていく変身っていう部分をに意思を意思をつけたい意思表現をつけたいっていうところから始まってそれが 単純に、多分、そのスクリプト、うん、シナリオを書いた方ですね。この方が、ああ、変身って書いて、そこにじゃあ、降りたり、至る監督が、まあ、変身っていうふうて言うんで、立市の高橋さんに、手をつけてもらいました。型をつけてもらいました。って言って、できたのが変身だと思うんですよ。と、 推測されますねだからあの変身は自然発生的に生まれたというよりもでもそこに意志があって必然があって生まれたわけですね。でちなみにあの変身なんですけどもともとは1回目の時こう変身がこうあってこうチャックをガッて下ろしてバッとこうベルトを見せるんですねでね。 それがですね順番が違う順番が違うんですよ本当はこうチャックを下ろしてバカって見せてからこう入ってこうなるみたいな形だったはずなんですねところがですねその佐々木さんが手まくってですね NG 出しまくりまあ大の大人がですねこんな風にやって みたいな当時変身っていう概念ないですからねほんでね照れまくって NG 出しまくりで最後にもうもうやけくそになってやってこうやったら順番間違えちゃったみたいなでもそれが的に一番良かったんで OK 出たっていうまあ本当にあの歴史っていうのは不思議なもんですね本当にでもあのもし もしあの変身がなかったら仮面ライダーは今も続いてなかったかもしれない逆に言えば変身があったから今もこういう次々ですね新しい仮面ライダーが出てくれるんじゃないかっていうエピソードでしたご視聴ありがとうございました、えー、よかったらあまた登録番号をしてください